おうちで動物園番外編。どうやら私の仲間のネズミが猫に追いかけられていたようなんです。ここキャットストリートにはたくさんの猫たちが暮らしています。猫って最近とっても人気者ですよね。もしかして皆さんも猫好きですか？もうちょっと参加してください。そしてこちらがワタくんです。トップバッター、このウサとマシュ2匹が頑張ります。それでは皆さんよろしくお願いします。さあ、まずは皆さんの前をぐるっと歩いてご紹介。こちらはイギリス原産の猫で、この気品あふれる毛並み、そしてエレガントな雰囲気を持つ猫です。性格はとっても穏やかで物静か、ペルシャ猫の一種なんです。猫というと何を考えているのかいまいちわからないですよね。こんな時に顔の表情や体の動きで気持ちを伝えるボディのケージを理解することができれば、猫とだって簡単にコミュニケーションが取れるかもしれません。ということで早速挑戦していきましょう。まずは真ん中に集合。まず挑戦するのは2回回ってからのお座りです。犬なら簡単な技、猫にできるでしょうか？それではいきます。まずは1回目から回ってぐるっと100回いきます。ぐるっとそこからお座り。OK、できました。さあ、犬さん持ちのお座りクリアです。次は足くぐりに挑戦。向こう、綿にご注目。開いた足の間をジグザグに進みます。皆さん、綿の尻尾をよく見てください。綿くんの尻尾がこの後上にピーンと立ちます。猫の尻尾が上に立っている時、猫がとっても集中している証拠なんです。その証拠に、綿くんはそこから少しずつスピードアップしてきました。息を合わせて1、2、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100、101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、111、112、113、11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 4、
さあ、もしも負けてられません。足くぐり、スタート。ほら、尻尾はどうですか？真上にピンとかってます。どうでしょう、これマシュ全速力です。はい、半分よいしょ、一人 OK、 はい、ラスト1本端まで行って OK、 マシュも頑張りました。さあ、こんな風に毛の長い猫たち、なんだかどんくさいイメージがありますよね。でも実はチンチラだってとってもすごいんです。今日はこちら、この輪っかを使って輪っかジャンプに挑戦します。丸の中をジャンプでくぐり抜けます。それではまずは輪っかからいきましょう。輪っかをジャンプ OK。 さあ、マッシュも軽やかにジャンプができます。今日は仲のいいこの2匹、今から息を合わせてシンクロジャンプに挑戦します。2人息ぴったり合わせてジャンプを決めることができるでしょうか。それではいきましょう、輪っかとマッシュのシンクロジャンプ。OK、 揃いました。さあ、それでは最後はマッシュが締めくくります。マッシュ君、最後レベルアップ、高さの上げた大ジャンプに挑戦です。この高さ飛び越えることができるでしょうか。心の準備ができたら後ろに下がって助走をつけ始めます。それがマッシュの大ジャンプの合図です。輪っかをよく見て後ろに下がって一つ伸べるはず、見事ハンティングすることができるでしょうか。それではラジコンをここにスタンバイしたところでいきましょう。シンキ君のハンティング、さあ、ネズミさんをここにスタンバイしてシンキのハンティング、3、2、1、スタート。あれ、ネズミ、待って動いて、あ、動いた、まず見えないハンティング決まってしまいました。待って、シンキ、そのネズミをしっかりとお持ち帰りすることができるでしょうか。ハンティングはいまいちでしたが、
しっかりとシンキーにはこのネズミをお持ち帰りしてもらいます。頑張ったのはシンキーでした。あ、置いて帰った。違う猫が出てきた。誰だよ。いやいや、さっき頑張った子ですね。なんで出てきたの。ちょっと皆さん見なかったことにしてください。この猫は帰ってもらいますね。よいしょ。それでは気を取り直して、皆さんもう一度樽の中をご注目。続いてのジャリジャリがやってきました。やってきたのはキャットショー唯一ミックスの猫です。男の子、名前をトラジと言います。バランス感覚は抜群のトラジが綱渡りに挑戦です。それでは行きましょう。綱渡りスタート。さあ渡り始めました。皆さん手拍子一緒に応援です。頑張れ頑張れトラジ、頑張れ頑張れトラジ、気をつけて最後までもうちょっとゴールです。見事な綱渡りを披露してくれました。頑張ったのはミックスの男の子トラジ君でした。バイバーイ。さあ、トラジとここでお別れです。さて、トラジのバランス感覚の良さを見たところです。このキャンドストリートには今のトラジよりももっとバランス感覚のいい猫がいます。お、ボールが出てきました。ということは今からこのボールを使って猫が玉乗りに挑戦します。で、ボールここにセットします。あれ、でも肝心な猫がまだ来てないですね。皆さんどこかで猫見てないですか。あの猫は寝てるだけです。本当に怪しいところもありますよ。ほら、近づいてきてます。探してきました。見てました。やってきたのはアメリカンショートヘアです。名前をポッペと言います。アメリカと呼ばれていて、とても人気の高い種類の猫です。今日はポッペが玉乗りに挑戦、早速乗り始めました。さあ、しっかりと前足をかけて、ポッペ君にはこの赤いボールをしっかりと操ってきてもらいましょう。準備して、そう、このボールね。まずはスタンバイ、そう、乗って、そう、乗って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 、オッケー、できました。見てください、すごくないですか。乗って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 、すごいバランス感覚なんですよ。